負けられぬ戦いがある。我こそは真田幸村、徳川の方々、父へ参れ。幸村め、一人で出てきやったか。なめおって、やつを討ち取れ。敵は真田丸に攻め寄せた。ここまでは狙い通り。何としても平野口を守りきる。敵勢を押し返したその時が勝機。また行き止まりか。なんだこの砦は。攻め手を止めるな。出丸など押し潰せ。この真田丸には父上の策が生きている。そのことをお見せしよう。隠し戸を使うぞ。それは増強ばかり。太平になれた徳川の将は戦の仕方を忘れか。まれもう我慢できん。我らも行くぞ。敗門。門前払いを食らわせ敵の士気を削ぐ。二度までも徳川の大軍と対峙した際、父上はいささかも絶望しておられなかった。策に自信が終わりのためと思っていたが、今なら分かる。父上の覚悟は守らねばならぬものがある。そう思えば命など捨てられぬ。急げ。飛んでどうする。王位殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが幸村、いかに策を弄そうか。この数ではいくらも持つまいぞ。全軍止まれ。貴様らが率いるは幕府の兵である。いたずらに数を減らさば、それは幕府への不忠であるぞ。急げ。勝負は決まりじゃ。木村の首はわしが。開門。南朝殿はサスケも。そうか、この技法は。みんな苦労をかけるな。内通者だと。まんまとしてやられたな。この勢いを止めるのは死ぬ。ならば俺の指揮で流れを御するしかあるまい。開門。さすがは高虎殿、良い指揮をなさる。引いていただくとしよう。味わって行かれよ。イノシシ武者かと思ったが、真田幸村、手の込んだ真似をしてくれるではないか。
人たり。立花隊の勝手にお怒りである。沙汰あるまで待機せよ。立花さえ技法に惑わされるとはな。寄せ集めの軍とはこんなものか。急げ、勝利を我が手に。の勢いは強まる一方か。銃眼の打ち手が危ういな。銃撃で時間を稼ぐのにも限界がある。しまった、これでは城下に兵が。負けられぬ戦いがある。我こそは真田幸村。徳川の方々、父へ参れ。出てきよったか。なめおって奴を討ち取れ。敵は真田丸に詰め寄せた。ここまでは狙い通り。何としても平野口を守りきる。敵勢を押し返したその時が勝機。また行き止まりか。なんだこの砦は。せめてを止めるな。この真田丸には父上の策が生きている。そのことをお見せしよう。隠し戸を使うぞ。攻め寄せるは増強ばかり。太平になれた徳川の将は戦の仕方を忘れか。てもれ、もう我慢できん。我らも行くぞ。門前払いを食らわせ、敵の士気を削ぐ。おお、急に雪村が出てきたぞ。上田で二度までの徳川の大軍と対峙した際、父上はいささかも絶望しておられなかった。策に自信が終わりのためと思っていた。いや、わかる。父上の覚悟は。守らねばならぬものがある。そう思えば命など捨てられぬ。急げ。よし、門が開くぞ。突撃開門。狭い出丸に突っ込んでどうする。王位殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが雪村、いかに策を弄そうと
この数ではいくらも持つまいぞ。急げ、突き進む。体の位置を見たか。敵将討ち取ったり。真田の戦ぶりよ。勝利を我が手に。全軍止まれ。貴様らが率いるは幕府の兵である。いたずらに数を減らさば、それは幕府への不忠であるぞ。勝利を我が手に。天狗南条元忠殿、大阪城内部を制圧。南条殿がやったかい。勝負は決まりだ。雪村の首をわしが開門。南条殿はさすがな。そうか、この技法は。みんな苦労をかけるな。急げ。内通者だと。まんまとしてやられたな。この勢いを止めるのは死ぬ。ならば俺の指揮で流れを御するしかある。敗北。さすがは高倉殿、良い指揮をなさる。引いていただくとしよう。真田幸村、手の込んだ真似をしてくれるではないか。ジャッジャ様を死なせる気か。幸村、急げ。勝利を我が手に。は出した方が良さそうだ。立花が来たか。鉄砲も恐れぬ九州武者を。どうさばく、雪見だ。技法に惑わされるとはな。寄せ集めの軍とはこんなものか。隠し戸に技法、おまけに隠し鉄砲か。雪村一人で迎え撃つだぞ大嘘ではないか。この真田丸こそ小賢しい真田の戦そのものよ。急げ。敵の勢いは強まる一方か。銃眼の打ち手が危ういな。銃撃で時間を稼ぐのにも限界がある。敵将
討ち取ったり。これぞ真田の戦ぶりよ。おいでだったはず。違いますか？勝利を我が手に。立花の創建さ、健在なるを見届けた。されど、ここは譲れぬ。徳川は鉄砲が怖ければ止めてやろう。そなたら弱卒には槍一本で十分よ。貴様、我らの撤退のために面目ありませぬ。ごめんを。わしが蹴りをつけてやらねばならんか。立てたい、出るぞ。開門。この戦で大名どもは徳川への忠を図られる。故に功は稼ぎたいが戦意は低い。雪村の策の真髄はそこよ。大名どもの心底を見極めての振る舞いこそが、とんだ食わせ者じゃ。じゃがな雪村、それでは貴様に勝利はないぞ。バカめ、いつまでも戦国の世が続くと思うか。世の流れなど我が身の立て方には何ら関わりのないことです。その折れぬ槍が何より気に入らん。敵将討ち取ったり。政宗殿を退けられれば、あとは我こそが天下無双の強者なり。
これより家康殿の首を狙う。殿の首ただ一つ。余勢を借り本陣に突撃する。すごいすごい、お味方大勝利間違いなしですよ、チャチャ様。驚きました。想像以上です。まさかあれほどのもののふであったとは。当たり前じゃん、誰だと思ってんの。でもあの人また一人で突っ込んでっちゃったよ。世話焼けんな。もう雪村様がいれば恐れるものはありません。さあ続きましょう、チャチャ様。ええ、勝てる、本当に。